クオピオ州はかつて存在したフィンランドの州。1831年から1997年まで存在した。州の起源は1775年のスウェーデン統治下で設立されたサボラックスカレー連携にある。ナポレオン戦争の際、スウェーデンはロシア帝国、イギリスなどの国々とフランス帝国に対抗する第四次大仏大同盟を結んでいた。 しかし1807年のティルジットの和訳後に、ロシア帝国が第四次大仏大同盟を離脱。大陸風鎖令に橋を発して、第二次ロシアスウェーデン戦争が勃発。1809年9月17日にフレデリクスハムーンの和訳が結ばれ、トルネガワイ島はロシア帝国へと割上され、ロシア帝国の保護国であるフィンランド大公国が成立する。当初は、 フィンランド対抗国でもスウェーデン統治時代のサボラックスカレー連権がサボカルヤラ州としてそのまま使われ続けたが1831年にサボカルヤラ州はクオピオ州として再編された。また同年は別の地域でも州の再編がありサボカルヤラ州南部はミッケリ州に編入された。1960年には東部が北カルヤラ州として分離する。 1994年に、州下に、北サボ県が設置される。1997年9月1日、州の大規模再編に伴って、ミッケリ州、北カリアラ州と合併して消滅。合併後は、東スオミ州となった。東スオミ州は、その後、2010年1月1日に他州と共に廃止され、フィンランドの州の歴史は幕を閉じた。ありがとうございます。